味方に不利益になるギア構成参戦。昨日の動画でギアはよほどではない限り自由と言いましたが、個人的に思うよほどなギアを紹介。1つ目、サブ製ビーコン。ビーコン武器はよっぽどの理由がない限りサブ製は6ギアパワー以上は積むべきです。ビーコンのサブ製はビーコンへのジャンタン効果ですが、復帰が速くなったりスパジャニングも速くなるのが味方全員に付与なので、ちょっとしたエナスタみたいなもんです。1人がサブ製をつけるだけで4人にバフがかかるのをみすみす逃すのはさすがに味方に文句を言われても仕方がない範囲なのかなとは思います。2つ目、57ギアパワー。全てのギアを揃えるギア構成です。ギアというのはつければつけるほど1ギアパワーあたりの効力が少なくなっていきます。縄張りやオープンで遊ぶとかならまだしも、 X マッチでやるのは自己中心的と僕は思います。矛を持つためにイカ速57ギアパワーとか勝利に対する明確なコンセプトがあればその限りではありませんが、3つ目、効力のないギア。ワイパー種やパブロに一速ガン積みとか効力のないギアをつけてくるのはさすがにやめてね。知らなかったならいいけどさ。